竜禅寺は茨城県取手市にある天台宗の仏教寺院。米山無料寺院とゴース。天台宗の古刹で森屋市の西林寺の末寺。三号は平野正門が武運長級を祈願しに戻出たところ、道前の井戸から米が紛失したとの伝承によるもので、古くから正門伝説と結びついていた。総は、はっきりしないが、明治年の 小じ取り調べ書には、延長2年にデンホマレダ、殿誉なや砂利が三仏道を道場として開いて、上兵に、平野正門が、二王門と首郎を寄進して盛り立てたとある。また、高下2年に書かれた、下宇佐急事項には、創伝、平野正門総研と記される。境内には本堂、本道、三仏道、大使道、首郎などがある。本尊は、阿弥陀如来。 脇地は十一面観音と地蔵菩薩。また三仏道には一期から増流されたと伝える。釈迦如来、阿弥陀如来、弥勒菩薩を祀る。平安時代の延長二年の創建、または上平七年に平野正門が創建とも言われる。正門の死後に荒廃したが、研究三年に源頼朝が千葉常種に命じて修復した。慶安二年に、 徳川家光主院場により19国三都の主院地を賜る。明治21年に内務省から保存金100円の交付を受けて修理。昭和60年1月から昭和61年10月にかけて三仏堂の解体修理が行われ、創建当時の姿に服された。AB 取出詞編纂委員会 1988P81 abcde 取り出し市編纂委員会 1988p154 から163流禅寺産仏道茨城県教育委員会 www.edu.pref.ibaraki.jp2018 年10月20日閲覧流禅寺産仏道文化遺産オンライン文化 .nee.ac.jp 2018年10月20日閲覧、ありがとうございます。